三遊亭高青年は、スウェーデン出身の落語家である、古代木演学一門会所属、スウェーデン、ウプサラに生まれる。日本のアニメーションや漫画をきっかけに、日本に興味を持つようになり、高校で日本語を学び、ストックホルム大学でも日本語を専攻した。在学中、いずれも交換留学生として、大学2年時に、ナムサン大学に、そして大学4年時には、 中央大学に通う。中央大学では、勧誘を受け落語研究会に入部し、留学を終え、ストックホルム大学に復学した後も、落語を続け、卒業論文のテーマにも、落語を選んだ。大学卒業後の2014年、演劇と落語を学ぶため再来日し、東京フィルムセンタースクールオブアート専門学校に入学する。専門学校で演劇を学ぶ一方、 出身地スウェーデンの企業である、ボルボカーズとイケアにちなんだ、ボルボテイイケナリの名前で、落語会に出演した。2016年7月、三遊亭降落に入門。降落にとって10番目の弟子だったことにちなみ、十衛の名を与えられた。2020年8月より二つ目に昇進、後青年に改名。初のスウェーデン人落語家誕生、降落一門の三遊亭十衛。 スポーツ放置。オリジナルの2017年4月1日時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュウェブドット web.archive.org スラッシュウェブスラッシュ20170401124402スラッシュ http w w w h c o c o j p エンターテインメント e n t 20161205aut. HT5156HTML2019 年10月22日閲覧 ABCD 海を越えた後継ぎ外国人落語家が見た都定制度伝統に生きる覚悟と葛藤生成発展朝日新聞社2019年10月22日閲覧徳橋勲ヨハンニルソンビョルクさんマイアイズ東京2019年10月22日 閲覧。島の大介。北欧出身の落語家、三遊亭十米が見つめる日本社会の不思議。フィーカ、新羅。2019年10月22日閲覧。三遊亭吉美学、三密酒ながら一問16人で、川柳大会、賞金は、交絡自腹で1万円。スポーツ放置。https、放置、ニュース、アーティクルズ。 2020526オート 1T55HTML2020 HT 年5月27日閲覧ありがとうございます。